オシム監督っていう人ってコートに例えば8色とかあるようなトレーニングが多かったんですよ。その緑系とかその赤とかの区別がつきづらいっていう認識でいて、手つけた時の感想は青色がめっちゃ綺麗に見えて、こんな鮮やかなんだっていうのが初めてつけた時のちょっとした感動でしたね。楽しみ事が増えましたね。今までこのメガネが例えば出会わなかったらこの色ってなんこう区別つかないまま進んでたのかって思うと、本当に心からね、良かったなと思っています。